今日は何の日ですか？今日はママの誕生日の日です。イエーイ。ということでね、今日はねイオンに来ているので、あの誕生日グッズとかケーキとかいろんなの買ってきたいと思います。プレゼントもね、はい、じゃあ行きます。まず、はい、まずは先に来ているので誕生日グッズを買いたいと思います。ケイトめっちゃ可愛い。これアユちゃん、すごいね、ずっとあるのかなこれ。おしゃれとコップ、うん、おしゃれとコップ。何がいいかな。ろうそく。ちょっとダメだこれは。49歳？なんだっけ、4歳。パパは？パパ45歳。パパ49歳だから。じゃあパパ、ママ45歳。、うん、これ欲しい。何これ？サプライズメッセージバルーン。バルーンが飛びつく。いいじゃん。見て、何しよう。決まった。ねえみんな、こっちかもしれないし、こっちかもしれないよ。34歳かもしれないね。43歳かもしれないよ、うん、どっちだと思う？ね、風船の中に入れてもいいし、こうやって待ってもいい。でも白黒食べちゃう、これ。そうだよ、シロンとコロンが食べちゃう。食べられないよ。じゃあママに帽子かぶってもらう。帽子かぶってもらう。ピンクの方がいい。ママ入るかな。いいよ。ほらこうなる。ママ入るかな。ケーキの上にハッピーバースデー。ね、ママこれ帽子入るかな。あー、入んないかもね。これ入んない？でも大人の人が飛ぶってるから入ると思う。リミ、リミこれ買う。リミこれ買う。前もこれやった。やった？リミの誕生日。ちーちゃんの誕生日も。あ、こっちも。何それ？なんかこんな感じのなんかボールみたいなのが3つ。ああ、つるすやつ。つるすやつが3つついてる。ママはね、黒と赤とピンク好きなんだよ。パパ、ケーキがちっちゃかったらこっちだけど、大きかったらこっちの、どっちがいい？大きいよ、きっと。こっちこっち、うん、ラブがあるよ。ラブ、ラブ、かわいい。めっちゃかわいい。黄色ないかな。銀やだ。あ、黄色あるじゃん。43歳か34歳どっち？正解は内緒です。壁に貼るくないんだ。バースデーウォールステッカー。あ、壁だ。買ってく？これ貼って入るかな。うん、壁が貼る。あとついたらいい。やめとく。もうこんなんでいいかな。ママが入んなかったら、ね、リミがこれかぶって。リミがこれ、リミロース買ったの。いいか、これで。うん、ダイスはね、こちらの商品で終わりたいと思います。じゃあ次行きます。はい、よし、じゃあ次は、次は作るお店、誕生日プレゼントを探しに行きたいと思います。作るよ。うん、手作り。手作り。枕作るの？これは枕屋さんだよ。枕屋さん。あ、あのビニール製のバッグだ。え、すごくない？でも大丈夫。でママね、このね、かけるやつが好き。うん。肩掛け？で今日ね、かけるやつじゃないくてもね、やってるよ。これをキティ選ぶよ。キティは、これは？これもキティ？これもキティ？うん、これも生地？そうだよ。めっちゃ可愛い。外側がこの
さ、ビニールっぽいやつで、こっち側がこの布系かな。あ、やっぱや。ピーちゃん、これだと2100円だった。他にもあるかな。見てみよう。うん。このお店すごいね。あ、クマちゃん。犬の貯金箱。かわいい。かわいいね。何でできてるんだろう。意味わかるよ。針でキャンバスに刺していくだけだった。こういうやつになんか布をこうやってやるだけ。うーん。意味それね作る予定だったんだ。本当？大小で売ってんだよ。売ってんの？6から7時間。見てバッグ作れてる。おーバッグだ。ビンゴ。あ、また貯金箱。くるくる貯金箱。見て。ユウマイじゃないこれ。うん、本当だ。ビジン。そこ。UV レジ。あのね、UV 専用の電子レンジあるんだよ。そうなの？それに入れるとね、固まるの。へえ。ドライヤーとかにもいいけど、多分ね。ピアス作れるんだね。作れるの。すごい。ママ何が一番気に入ってくれるかな。ママも老眼鏡かな。違うだよ。違う。じゃあ可愛いの探しに行こう。ママそういうの好きじゃない。これドッキリいけるかな。いけない。バレちゃうかも。絶対バレる。これビーズクラフト。すごいね。見てバッグに。こっちもバッグ。じゃあ布バッグか。あ、でこういう飾りがつけれるの。うん、ピアスだけど。ピアス。ピアスとかイヤリング。ピアス。え、なんでここに。腕につけるブレスレットかも。うん。ボールペンにこんなが入るんだ。やば。ほら。ハーバリウムボールペン。見てこれ。あ、お化粧のブラシ。すごいね。ハーバリウムボールペン。UV レジンボールペン。レミそれ知ってるよ。YouTube 見てる。クラ。この中身どこにあるの？クリームだ。クリームだ。これ切るんじゃない？こっちがここ。これとか。あ、切るのか。これじゃこの切るやつをこう切るんだ。センスだね本当に。昔からこのグリッターラインって綺麗じゃん。綺麗。わかった。ん？わかった？教えないけど。です。うん。しーちゃん。でこれももイメージしたんだけど、しーちゃんっぽいって言われちゃった。ピンク黄色。しーちゃんっぽい。やりみは青でしょ。だって見てこれ。ね、何個でもいいの？青だったら青、オレンジだったら黄色だったら、ピンクだったらピンクに、シャチ色で黄色みたいな。わかりますね。うん、でも そんないっぱい入れないんじゃない？だなんか結構シンプル。これ2個ぐらいだもんね。うん。ちょっとお姉さんに聞いてみる？どういうのがいいのか聞いてみる？これは違うか、ボールペンじゃないのね。ピーちゃん、これもあるよ。ピーちゃん、これ。うん、でも、チューちゃん、こっちリピー、
頭をパクパクにする、パクパク。お化粧に使ってくれるかも、うん、ね、2種類やった方がいいかもしれない。色変える？リミ変える？どっちがいい？どっちでもいいよ。あ、じゃあリミ、うん、でっかいのと細いのがあるね。ママいつもでっかいの使ってるよ。ほんと？じゃあこっちにしたら、あの、これも使ってるけど、いつも見てるのでっかいの。うん、こっちで、この中身どうしようか。こう銀色だからピンクとか何でも合うね。それは日本はピンクだけどさ、ね、メインが。意味ってこっちから選ぶのかな。いや、こっちだっけ。こっちか。あー、分かってきた。分かってきた。あ、ここの下にもあるよ、青いやつ。こういうのも買わなきゃいけないから。そうだよ、うん、それも買わなきゃいけないんだよ。30秒で固まっちゃいます。だってすごい。2個これに、うん、ママだったら、ママはママ、おママだったら、これに。あ、やっぱり雨だ。ラッピング、あの、キャンディー。うん、お店の人にラッピングしてもらおう。3個欲しいんだけど。え、しごみ。うん、じゃあリミ、あともう一個なんか選びな。これだとおばちゃんっぽくなっちゃう。これらしゃき。でも、もうほっぱ違うよ。ん、まだママ、まだママ。これにしよう。うん、決まった。これにこれ。よし、決まった。決まった。よし、じゃあお店の人のとこ行ってみよう。どれで作れるか一応聞いてみよう。うん、これね、工場駐車持ってるよ。本当？でもうちでじゃあこれで作れるようになったね。はい、ということでね、ここではボールペンとパーバリウムみたいな、うん、お化粧グッズがいろいろ買ったので、これをね、家に帰って作ってプレゼントしたいと思います。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、グミ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 ペア、そんじいらおやつだ。